かいな。いっちゃんヒグマでっかいね。そうだね。あとすごい涼しいね。うん。8月と思えないよ。こんな高いんだねえ、標高高いから。なんかクーラー効いてるみたいだよね。うん、ずーっとすごい涼しい。サラサラ。イエーイ。部屋紹介行ってみよう。ゴー。はい。お、すごい。ベッドだ。イエーイ、ゴロローリング。ベッドが2つと、ソファーが2つですね。あ、いいじゃないですか。じゃあ景色を開けるよ。はい、景色チェック。すごいね。いやー、いい景色だ。テレビと扇風機。まあこの涼しさだとエアコンいらないんだろうね。扇風機で十分だ。じゃあここ開けて。ないかな。はい。よかった。開けて。あ、いいじゃない、いいじゃない。大きいね。ああ、温泉いっぱいあるからね、ここね。お風呂は使わないでしょ、ね。で、洗面所。プリンスキッズクラブでもらいました。これをね、中見してくださいよ。歯磨き。うん。タオル。お、このタオルおしゃれ。スリッパ。あら、かわいいね。すごいしっかりしてるね、このメンキ。うん。てるてる坊主ありました。見して。可愛い顔。湯上がりいっちゃんです。はーい。どうでした？お湯。暑かった。そうだよね。白い湯だったでしょ。うん、気持ちよかったですよ。うん、ねえ。おすすめ何々？このキッズの唐揚げとこのカレー。カレーね。はいちゃん。はい。じゃあバー行きましょうか。ゴー。はい。レッツゴー。歩いて下っていきます。お。バーの位置が示されてますね。この駐車場を進めばいいのかな。この駐車場を突き進んでいきます。あ、本当だ、星あるね。見えた、イエーイ。本当、上指さして。あ、キンキンに冷えてる。あんたです。おはようございます。おはようございます。行きましょベーコンオムレツだよね。あっちの男と女の子みたいな。女の子だよ、りっちゃん。野菜カレーです。肉眼だ。はい、万座温泉での購入品紹介ね。きなこくるみ餅。はい、いいね。温泉まんじゅうね。あ、群馬ちゃんだね、これね。ちょっと光っちゃったよ。群馬ちゃんの温泉まんじゅう。おー、ポテチね。うん。美味しそうだね、この写真ね。あ、玉こんにゃく、味付き。2つも買っちゃった。ああ、花豆の柔らかにね。美味しそうだね。いいね。おお、これいいよ。黒胡椒仕立て、塩だれ、下仁田ネギでございます。ご飯にかけたりするなんていいですね。で、これさっきね、実は1個食べました。むちゃくちゃね、柔らかくて美味しいです。花豆まんじゅう。これいいです。そして最後は鳥はあった万座温泉 T シャツですね。広げてみましょうね。ひもかわうどんも買いましたよ。おいしそうね。おいしそうだね。肉球やわらかプニプニいいね。イエーイ。癒しアイテム。すごい景色。